はい、どうも、ケーキングです。今日ですね、ウニグポスト9-2021続きやっていきましょう。2005年1月を2週から難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。今週はマイルドパサーか。その後、警察どちらでも。で、キング流星も行くと。で、警察クラシックね。1月3週多いですね。マルガイの星もあるか。はい、じゃあ行きましょう。まあどれくらいやれるかやね、マイルドパサーは。おー、オッケー、こう勝った、いいじゃん、慣れてきたんじゃない、海外。さあ騎手は完璧、マルガイの星、キング流星、これ決まってほしいね。警察どちらでも、警察クラシックと。なんか使うか、いいか。まあ、この後がっつり休みたいね。3週？いや、4週休もうよ。4週休む？とりあえず3週にしとくか。はい、まあ、OK ですかね。ちょっと確認します。まあ、闘志はそんなないね。スピード。いや、これね、流星スピード使ってもいいっすね。まあ、成長してるんですが、それでもね、スピード足りないと思うんですよ。ちょっとこれもう使っちゃいます。はい、ちょっと使っとこう。もう台ぶっこんどこう。よし、とりあえずこれでいこう。まだちょっと厳しいなってなったら、もう一個ね、もうここをなんかぶっこんじゃいます。スピード。はい、それでいきましょう。まあ、遅めはいいよね。早熟に使うのはね、ちょっともったいないですけどね。さあ、丸以外の星いけるか。一番人気。4着か。で、キング流星一番人気。まあこの辺は大丈夫でしょう。あ、いいね、強い。もうこれ勝つよって感じ出てましたね。やる気十分。よし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 。段違いの強さです。2着は微妙です。これは物が違う。キング流星、まあこれから楽しみですね。はい、まあ賢さあり。で、警察どちらでも、まあ一応確認するか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。いやー、ちょっと捕まりそうだね、これ。大丈夫か？先頭は依然として警察どちらでも。粘ってる。粘ってる。OK。警察どちらでも、先頭だ。警察どちらでも、警察どちらでも、1着、2着にはどうやらアドバイアジャパン。よし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 、アドマイジャパンを抑えました。まあでもここには勝ってほしいよね。OK、 賢さあり。アドマイジャパンはね、 G1 は取ってないですね。警察クラシックの走り見る、久しぶりに。4コーナーをカーブして、さあこれからです。警察クラシック先頭、差を広げに外、どうだ、外来てる、大丈夫。残り200メートルを通過して、あ、強くなりましたね。メジロラプションズ、とてつもない強さ。警察クラシック、よし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 。段違いの強さです。2着はオーキパウェーブ、3着にメジロラプションズ。警察クラシック、見事な勝利です。さあ、いい感じだね。まあ、事実結構ね、取ってますね、警察クラシックは。まあ、ナイスネイチャーとか、そんな感じの使い方をしてます。はい、今どこんな感じですね。
で、4周することないね。大丈夫ね。警察どちらでもそれでいい。あ、で、マックスベガね、一応ね、登録してるんですが、海外。ちょっとこれ迷ってるんですよね。あとね、オークスもね、ディクタスワンダー。これ持っていきたいですよね。牝馬三冠は。ちょっとさ、マックスベガ変えようか。適性が、まあヨーロッパ、まあ欧州寄りですよね。ちょっと違うとこ使っていくか。ダービーは行く？ダービーは走りたいか。まあとりあえず一戦、まあこの辺で見てもいいんですけどね。まあ、一戦見とくか。一戦見て、その後、2200っすからね。やっぱこの辺ちょっと走らせてみたいよね。で、ちょっと確認したいですよね。この辺ちょっと行ってみる。で、まあダービー行って、まあ一応こうっすかね。ちょっとこれで行ってみようかな。はい、ちょっとこれで行ってみようかなと思います。まあ、スピード、賢さ、パワー。まあ、これがどんな感じかっすね。勝負根性。賢さは一応上げることできるか。まあ、スピード、賢さ上げることできるので、まあ、この辺でね、まあ、スピード、パワー上げたりとか。うん、まあちょっと使ってみてですね。大専門とかいけるなら、まあちょっと挑戦はしたいですよね。さあ、警察クラシック。ここも勝ちたいね。OK、勝ちました。順調です。ナイスネイチャーみたいに、どっか一つ、G1 取らせる。まあそれもありやね。さあ、ディクタスワンダー2戦目勝ちたいね。まあここは武豊騎手でいきましょう。よし、あとは大丈夫ね。はい、じゃあネクストと。人気あるやろ、当然やね。あ、オッケー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 。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ディクタスワンダー先頭、2馬身から3馬身引き。あ、強いね、やっぱり。下がるオリーブグローブ。ディクタスワンダー先頭、残り200m。あ、ぶっちぎってく。後続を大きく引き離しました。2番手はエルパイム。これはまあ、あの強いシーズとね、ちょっと戦わないと、まあ、分かんないところもあるんですが、2着はエルパイム、3着にエルパウソン。なかなかいいっすよこれ。よし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 、強いじゃん。来ました、スピード能力トップクラス。やっぱり、まあこれ予想通りですね。いや、こいつかあのマックスなんですよ。どっちかなんですよ。丸貝の星、そして警察どちらでも、ちょっと確認しよう。トップクラスで S プラあるか、 S か。 OK、 S プラ、よしよしよし、これはでかい。スピード S プラスで
パワー A プラス。ただ賢さがまあちょっと足りないと。パワー A プラスか。他どうすかね。まあでも距離適正も面白そう。ただヨーロッパはいけないです。オッケー、楽しみやね、これ。これはいけるよ。なんか絆使ってもいいね。よし、エスプラ来たか。まあ3歳そこそこレベル高いですかね。キング流星もいて、まあこれ能力重視でつけるっつってつけたとこっすよね。まあマイルド爆心とかもね、まあまあ結構レベル高いですし。あ、で、マイルドパサー。まあ、これもいいですよね。これも強いね。なかなか使いやすい。で、警察どちらも。これはスピードはないんですが、それ以外完璧やね。そうか。まあ、こういうのにスピードぶっ込んでもいいですよね。しかも、芝ダートどっちも使えるので。そうか、能力こんな感じだったか。ダートで海外持ってってもよかったね。スピードぶっ込んで。まあやっぱ能力重視でつけるとね、まあまあ当たりは多いですよね。ディクタスワンダーいいじゃん。はい、ネクスト。そのエスプラでも下の方のエスプラと上の方のエスプラとあるんですよ。ディクタスワンダーは上の方いけるよ。警察どちらでもどうすかね。まあ史実もいるんですが、まあ能力は高い。まあスピードがねちょっと足りないくらいで。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここは完璧ですからね。どちらでも先頭2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、さあここをなんとか踏ん張ってほしい。頑張ってほしい。2番手はアドマイヤジャパン。警察どちらでも、うわ、アドマイヤジャパン大丈夫か。大丈夫と。オッケーオッケー。アドマイヤジャパン三着にアドマイヤ夫人。警察どちらでも見事一番。まあアドマイヤジャパンには勝てました。ただちょっと危なかったですね。アドマイヤジャパンはね、まあその思い出とかじゃないけどね。印象に残ってるのは、やっぱ菊花賞、ディープインパクトが取って、アドマイヤジャパンが2着。そこやね。さあ、2月3週、マックス・ベガー。まあ、これ海外初。で、警察どちらでも重い線いきます。あとは、マイルド・シバ。まあ、絆レベルとかね、上げたいですよね。1800から2100？ 1800から2100か。まあ、とりあえず、サツキ賞行こう。で、マイルド・シバ。マイルド芝が調子微妙か。まあ適正ね、いいとこ走れるんですけどね。もうちょっとね能力欲しいね。この後3周休んで4周しとくか。はい、じゃあ OK ですかね。ネクスト、マックス・ベガー、これ飛ばします。さあ、警察どちらでも、ここもね頑張ってほしい。エンティライミか。はい、ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。警察どちらでも先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。インティライミ、よさそう。どうだ、インテライミ来るか。一気に後続が抑えかかってきた。2番手はインテライミ。警察どちらでも、いいね、どちらでも。なかなか1着にはどうやらインテライミ。3
着にマイネルレコルト、ケイサスどちらでも見事一番。まあこの辺のさ、インチライムとかこの辺を抑えれるのはね、うん、なかなかいいっすよ。あ、スピード以外は完璧って感じやな。マイルド芝ハーツくらいか。これはまあ厳しいね。そういう問題じゃなかった。まあ賢さ低いに、安定しないですよ、マイルド芝とかは。衰えが来てるとかじゃなくて、勝てるときは勝てますし。悪くはないですけどね。警察どちらでもいいよ。ただ距離適正1800から2100、まあ、ダートも走れるというのがいいですね。完璧なんですけどね。いや、絆を迷ってるんですよ。どうしようかなと。スピード、ただ1800から2100、まあ、スピードでも上げてもってかありますよね。スピード B はね、成長すればいいんですけどね。成長してそっから使うんならね、どうすかな。マイルドダート用いいね。あ、この辺はいらないですね。一応確認します。で、トリート、大鳥軍団か。まあ使ってもいい、やめとくか。はい、じゃあちょっとここネクストで。さあ3月、マイルド芝、そして大物、まあシックスセンスはね、まあ強いですね。3月はこの辺楽しみですね。楽しみなレースが並んでる。3周まで飛ばしてもいいか。まあ、ここ OK ね。じゃあちょっと3周まで行きます。騎手は完璧、キングバリュー、マイルドバクシーン、ディクタスワンダーの柱注目。あとは警察クラシックと。警察クラシックが登録が、いや、これさ、大阪行っとく。一応、いや、レベル高いな。レベル高いけど行っとこうかな。ちょっと出たいよね。で、宝塚も行きます。はい、ちょっとこんな感じで行きましょう。じゃあここは大丈夫かな。マイルド爆心、いや、ディクタスワンダー、これちょっと調子上げとこうよ。まあ、使いますかね。あー、これ賢さ使ってもいいね。賢さ一つ使っとこうかな、これ。使おう。賢さ大事。はい、C プラス。で、調子っすね。で、あと闘志も使いたい。なんかいいのありますかね。あ、スピード賢さか。
スピード賢さ、まあ、使ってもいいっすね。さらにスピード上げる。一本いっとくこれ。一本いっとくかこれ。いっちょ。よし、ちょっとこんな感じでいきましょうよ。圧倒的スピード、そして賢さも B まで来ました。はい、ネクスト。キングバリュー、まあちょっと海外も使いつつで、マイルド爆心、まあ、ダートで1100から1500なのでちょっとね使いづらいんですが、4コーナーをカーブして、まあ、1600走れるようになるといいですね。フェブラリステックスとかもありますし、これはセーフティーリードか、残り 200m マイルドバクシーン、まあ、地方もね使いやすくなるので、2番手はプライドキム、マイルドバクシーン先頭だ、大丈夫か、よしよし、2着にはどうやらプライドキム、1番人気に応えました、マイルドバクシーン見事です。まあとりあえずねきっちり抑えたと。大気シャトルとキングマイルドの子やるやん。さあディクタスワンダー来ました。まあメンバー大丈夫ですかね。さあいよいよ直線の攻防、ディクタスワンダー先頭、あと 200m 後続を大きく引き離しました、残り 100m、 2番手はエルパウソン、ディクタスワンダーこの馬で決まりか。はい、ここは余裕ですね。的な強さを見せました。2着はエルパウソン、3着にデンマカレラ、これは桁外れの強さだ、ディクタスワンダー。はい、もちろん行きます。まあこれネクストで3着。マイルドパサー、そしてキング流星が行きます。ディクタスワンダー、次ね桜花賞、うん完璧っすね。1600から2600、めっちゃいいじゃんこれ、完璧じゃん、完璧っすねこれ。秋コバ3冠もいけますよこいつで。桜花賞もね最高のメンバー揃ってるんですよこれ。ラインクラフト、シーザリオ、湘南パントル、エアメサイア、いやこの辺と戦うのにしっかりねちょっといい牝馬用意できてよかったですこれ。ちょっとこれさダービーもちょこれぶつけちゃおう、これ皐月賞も行ってもいいんですが、疲労ちょっときついよね。まあいけるはいけるか、4月いや戦いたいですよねディープインパクトと。やっぱりどんなローテなんつってね。まあ行きましょう。まああの絆でカバーしていきます。カバーするほど絆ないか、でもここ一周出した方がいいな。そうカバーするほどなかったっすね絆ね。ネクスト楽しくなってきましたね。さあマイルドパサー、まあ、マイルドパサーは海外使ってきます。おーいいじゃん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 、キングキャットの子大活躍。さあ流星来た、ここは3番人気か、大丈夫か。絆スピードぶっこんで、いやここ勝ってほしいっすよね。
さすがに。うわ、きついぞこれ。粘れよと。流星大丈夫これ。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。流星これ大丈夫かこれ。あ、スピードトップクラス。まあこれはぶっ込んでますからね。サツキ賞いきます。行こう。やっぱディープインパクト戦いたい。闘志全開に行った方がいいなぁと。マイルドパスは大物、あとはキングバリュー。オッケー。で、高松の宮記念取ってないんですよ、まだ俺。だ、こう取ってくれたら嬉しいですね。2005年。快速自慢、集結、ビクトリーロード。ああ、名勝負だ。二冠の決闘。はい、大物。G1 ホース。一発逆転。2005年、誰っすかね、取ったの。まあ、とりあえず、バリューはまあまあ期待できる。取ってくれるかもしれないですね。流星はね、まだ馬若いね。あ、スピードやっぱぶっ込んで A プラか。足りないですね。まあでも遅めなので、まあ、まだね、これからに期待しましょう。はい、ここはもう刻むね、使ったので、ネクストで。さあ、マイルドパサー。ちょっと厳しいか。あ、アドマイマックスかな。4番人気、あの一番上にいます。アドマイマックスがいると。カルストーンライトとかね、まあその辺もいますね。キーランドスワンとかね。キーランドスワンもいい走りしてましたよね。はい、まあダイジェストいいかなこれ。1200、得意な奴らが集まっていると。うわー、これ無理。歴史は変わらず。アドマイヤマックス、名勝ボーラ、敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。惜しかったですね。で、1年で一番楽しみ、マイルドレオ決まったか。まあそのままいきますか。はい、秘書は変えずにいきましょう。さあ一番楽しみどうだ。ヒストリックスターは使います。まあこれはね、ここに期待です。楽しみにしてもらえたらなと。ね、どうだ。キャット、まあぼちぼち、あ、まあぼちぼち。キャットか、いやあんまよくねえな。あ、シュンライいいっすね。シュンライの子いいじゃん。あ、世界的性重視でつけましたよね。そういえばね。来た！待ってました。キャプテン2で。いや、使いたかったんすよ。で、トリート。あ、トリートもいいね。あー、暗いっすね。でもちょっと当たり少ないね、これ。まあ、この辺とかもね、いいかもしれないっす。キャプテン2では使います。キャプテン2で使いたくて、あのエア2で所有してたので。さあ行こう。
かかってこいよ。遅れてきた大物、遅れてきた大物初くらい、遅れてきた大物、おお、そうそう、悲願のね、うわ、4強激突。これね、まあそうっすね、ちょっと厳しいね、結構クラブか、どうすかな、これ。いや、そのままでもいいんすけどね、ちょっとまあ変えてもいいね。前ね、アリスリードにしてたんすよ。まあそのまま行きましょうか。4月、警察どちらでもサツキョ行く、キング流星サツキョ行く、はい、ということで、まあいい時間来たので今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。